白、または、ホワイトは、すべての色の可視光線が乱反射された時に、その物体の表面を見た人が知覚する色である。白色は、同義語。無彩色で、膨張色の一つである。白は、人間の網膜の三種類の衰退、R、G、B、レッド、イエローイッシュグリーン、ブルーイッシュ、パープル、パープリッシュブルーのすべてが、 対等的、均質的に強く刺激された場合に感じる色である。それゆえ、すべての波長の可視光線を対等的、均質的に含んだ光は無彩色的に見える。さらに、強く反射していれば、白に見える。そして、その光を白色光と呼ぶ。これにちなんで、すべての音の波長の信号が均等に含まれた全く、ランダムな音の波形のことを、 ホワイトノイズと呼ぶ。ただ、人間の目に白く見えるためだけならば赤、緑、青の三つの光を適切な比率での混合によっても実現でき、カラー TV のブラウン管の白色はそのようにして構成されている。蛍光灯に代表される照明機器の光も可視光の全領域において均等ではない。そのような疑似的な白色光は物体表面で反射する時の特性が 本来の白色光とは異なるため、色合いがやや不自然に見える場合もある。厳密な色の比較を行うことが要求される。仕事では、標準光源と呼ばれる、太陽光に近い特殊な照明装置を使用する。また、ウェブブラウザで、ホワイトと指定したときは、FFFFFF FF として定義される。氷雪地帯の白い雪物体が、 すべての波長の可視光線を100%乱反射するとき、その物体は白いという。色彩の発色の観点から見ると、白は他の色と著しく異なる。一般の色彩は白色庫の中の特定波長を吸収し、残りの波長領域が目に入って色として感じられるのに対し、白の色彩は特定波長を吸収しないために白色に見える。 色材としての白の発色原理を、例示的に説明すると、透明ガラスを粉々にすると、白い粉に見えるである。微細な粒子で乱反射させて、白く見せているが、乱反射の効率を高めるために屈折率の高い素材が選ばれる。塗料や顔料、絵の具において、白は不透明であるが、透明という事象の説明として、 すりガラスの上に水を垂らすと透明になることが挙げられよう。透明というのは物質が密になり内部や外部の反射がなくなることである。このことは物理学者寺田虎彦が述べている。自然の中では雪、雲、石英や石灰岩などで構成された白い砂浜などが太陽光の散乱によって白く見えている。石雲を構成している。 水の粒によって太陽光が散乱され白く見える。ワイシャツなどの衣類で白さを強調するために蛍光染料を使用している場合がある。これは青以外の光のエネルギーを吸収して青く発光することで黄ばむ蛍光にある衣類の色合いを青目に補正して白く見せるものである。このような方法を使ったものとして他には白色発光ダイオードがある。 これは青色発光ダイオードに黄色を示す蛍光体をコートしたもので発光ダイオード本来の青い光と蛍光体の黄色い光を混ぜて白い光としている100%の反射率を持った理想的な白色の物体は実在しない米国パデュー大学は2021年9月16日同大学が開発した硫酸バリウムを含む塗料が 太陽光の98.1%を反射する性能を有し、ギネス世界記録に認定されたと発表した。現在、ほぼ理想的な白色物質として利用されているのが、硫酸バリウムの他酸化マグネシウムであり、これらは、可視光線のほぼ全領域にわたって99%以上の反射率を示す良好な白色素材である。工業的には、チタンジロ、 二酸化チタンが多用される。塩白は油絵具に使われる。炭酸カルシウム系岩料としては、白亜、大理石、ムードン、五墳などがある。油性の媒材においては、屈折率の関係で透明になってしまい、白色岩料としては使用できない。古代から使用されてきた白色岩料で、現在では油彩用岩料として使用されている。 油彩のモデリング等において活躍する。素性は、塩基性炭酸鉛にプブコ酸 p b 2である。成分である鉛が触媒として作用し、転色剤である、完成油の酸化重合を促すこと、絵の具化に際して要求される油量が少ないため油の影響を受けがたいこと等の理由で乾燥性が良い。塗膜の上塗り及び仮想に対する接着性が良く、 亀裂の発生も少ない。この性質は、塩白の結晶が板状であり、塗膜に相乗に配列することによると考えられる。カドミウムイエローや、ウルトラマリンブルーなどと混合しても大抵は問題を起こさないが、硫黄化合物と混合すると、黒変の可能性がある。毒性があるので、長期にわたる皮膚などからの摂取には、注意を要する。水症絵の具では、 硫黄成分を遮断できないので、水性絵の具には適さない。クレムニッツジロとして有名な円卓はクレムニッツ法によって得られる。しかし絵の具化するとチューブの中で素流となる。また、白色度も最高ではない。新しい製法として1955年頃から電気分解法が日本で採用されるようになった。 99.998%という純度の高い電気鉛を使用し、電解液中に炭酸ガスを吹き込み、電気分解を連続操作で行うなど、近代設備でコントロールし製造する。この塩泊は均質で白色度も高い。国産塩泊絵の具を支える顔料である。ホワイトリードとも言われる。アエンカはヨーロッパでは中世から知られていたが、 工業的に生産されるようになったのは1830年代である。絵画用として使用されるようになったのはこれより、さらに時代が下がる。油絵具では、完成油と反応しと膜に亀裂、剥離を起こすことがある。酸化塩図の。リトポンは1874年頃、イギリスで、ジョムアが初めて作り特許を取得した。開発当初は傾向が強かったため、 海外用としては普及しなかった。現在ではこの欠点も改善されている。硫化塩と硫酸バリウムの混合物。1920年代から本格的に工業生産されるようになった。白色顔料中で屈折率と着色力は最も大きい。現在では塗料用白色顔料としては最も大量に生産されており、 光触媒としての活用も盛んである。酸化チタン、二酸化チタン中オに。生物学では、稀に色素が欠乏したために白く見える個体が生まれる。事例が知られており白変種、アルビノなどと呼ばれる。岩国の白蛇は、青大小の突然変異とされ、遺伝的に安定した例は、大変珍しく貴重である。年には、生息地が、 国の天然記念物の指定を受け、1972年には、白蛇そのものが、国の天然記念物となった。英語のホワイトは、善意、純粋などの意味を包含する。これに近い意味として、好ましいものを指して、ホワイトと言われる。ヨーロッパの紋章学では、白色は、金属色の銀色と結びつけられる。中国の五行思想で、白は金に対応する。 王位は西であり、西方を守る真珠が白虎である。白虎を尊ぶだけでなく、白地を随章とするなど白を尊ぶ思想はあったが、服の色としては、強色であった。金徳を辞任した進は、服飾として赤を尊んだが、これは白を嫌ったためとされる。しかし古代の日本で、白は、神聖な最高の服飾とされた。 養老律令の衣服令は朝廷における皇太子、以下皇族進化の服の色を細かく定める規定だが、そこでは白を最高の服飾としながら、白い衣を着ることを許される身分がない。明記されないのは、律令が天皇を起立しないためで、朝廷では天皇だけが白衣を着ることができたのである。そして白い動物も尊ばれた。古事記には、 神が白い鹿やイノシシに化し、山と竹る命が死後に白鳥になったとある。アスカ時代から平安時代にかけて白い動物が見つかったことを随章として改元した例が複数ある。最古の例は白地で、大化6年2月に穴ト国より献上された白地により改した元号の名に白を取ったのはこれだけだが、白亀によって人気、法棄、歌唱、 人数に改元になった。白禄によって提案、岩行が建てられた。岩行の時は白地も見つかっていた。近代には沖縄県宮古島から島馬の白い馬が生まれたので、幼少の昭和天皇に献上された。民謡、成山あやぐに歌われている。日本文化では、実際に色が白いものばかりでなく、様々なものの象徴、比喩表現として、白が使われている。 ありがとうございます。